ラードシュマルツブローとラード、トンシは調理に用いられる豚の脂肪全般。日本では豚の脂肪組織から生成した食用油脂をラードと呼称する。なお、ラルドは豚肉の脂肪で構成された部位を使用漬けに加工した食材を指し、ラードとは別物である。ラードはヘッドや洋脂などと同じく動物性油脂の一種である。常温では個体。 有点はヘッドよりも低い。ただし、豚の一般成分は部位ごとに異なっており、豚肉の脂質は部位によって3.5%から40%と、開きがある。豚の皮下脂肪から取ったラードの場合、有点は、摂氏34から40度、要素化は57から66である。これに対し、豚の内臓脂肪から取ったラードの場合、有点は、摂氏27から30度、 要素化は67から70である。ヘッドなどの動物性油脂と同じく、オレイン酸、パルミチン酸、ステアリン酸などで構成されるグリセリドを主成分とする。この他ラードは、リノール酸も豊富である。ラードの構成脂肪酸は、右表の通りである。ラードは揚げ物フライに使う、揚げ油のほか生花や生パンの材料にも用いられる。また、ラーメンのスープには、 豚の背の部位の脂が背脂としてよく用いられ、スープの上一面に浮かぶためスープが冷めにくくなっている。とんかつの名店では、豚の脂身からラードを毎日作って、日々の営業に使用する店も少なくなく、廃棄物の再利用から、こだわりの一品に至るまで幅広いものとなっている。また、肉屋のコロッケは、うまいとの定評があるが、外して生肉店の揚げ物が、 家庭料理にない旨味を持つのは、新鮮なラードを揚げ油に使っているためと言われる。もっとも、揚げたてを味わうには良いが、冷めたものは、油っぽく腹に持たれるとする向きもある。衣の香ばしさを強調するときに選ぶべき食材、ともされる。フランスでは主に北及び東の地域で、南西でも、コンフィなどに使用される。香港や台湾においてはラードを用いて作る。 ラードご飯という料理があり、作り方によっては、日本のバター醤油ご飯の用々で、バターの代わりにラードを入れて作ることがある。なお、動物性油脂の中では酸化しやすく、風味を失いやすいため低温で保存することが必要である。単独もしくは他の油脂類と混合する形で古くから、潤滑用途に用いられてきた。単独では、グリスのような用途に、 香油などの潤滑油に混合することで現麻剤などとして利用された。それらの多くは香油やその他の化学合成品に置き換わっていったが、ラードを流化し、極圧性や安定性、溶解性などを改善した。流化ラードはその特性から切削油や加工油として一、時期多用された。現在においても流化ラードは一部で使用されている。ありがとうございます。